あなたと今ハロペコ。今日はですね、緑市大ママ町大ママにあるまこまこさんにやってきました。こちらのお店はイタリアンの食べ放題のお店です。それではお邪魔します。店内はテーブル席に個室の席があります。メニューです。まずはまこまこランチ、こちらメイン1品か2品を選び、その下の5点が食べ放題と。そしてこちらが食べ放題のメニューです。食べ放題のコースとなっておりまして、はい、お好きなメインを1品か2品どちらかを選びいただいております。はい、こちらご注文いただきますと、サラダ、ドリンク、ピザ、パン、すべておかわり自由となっております。はい、このメインはこちらの中からですね、1品か2品お選びいただきます。はい、こちらおいくらの方を立てていただきますと、パンとピザ係のものがテーブルまでお持ちいたします。いらなくなったら返していただければと思います。はい、サラダとドリンクは前の方にご用意してございますので、メインがお決まりになりましたらベルでお呼びくださいませ。はい、いたします。この数多くのメインから一つを選ぶと、一つと二つがあったんですけど、私は一つの方にしました。食べ放題がついてくるので、どれがいいかな。おかわりします。まずはこちらソフトドリンクのコーナーです。まずは無糖アイスティーでウルオス。次はサラダのコーナーです。すごいサラダの種類ですね。ドレッシングもすごいです。私は決まってごまですね、ごぼうサラダをチョイスしました。見せびらかす。便秘解消のためにもごぼうサラダをいただいて、今日も健康ですね。そしてまずやってきたのがエビマヨですね。こちらが餅です。うまげ。パンっぽくないんですけどね、パンのカテゴリーに入ってたんですよ。もっちもちで美味しいです。中もこんな感じ。それでは今度はオレンジジュースでも飲みますかね。相方のメインが来ました。こちらはエビグラタンです。ドリアにもすることは可能なんですが、食べ放題があるんでね、米は重いかなと思ってグラタンにしたそうです。ホワイトソースがたっぷり、エビもかなり乗ってますね。ペンネグラタンです、メインのサイズなんですけど、まあ大きすぎずっていう感じで、まあ食べ放題ありきのメインっていう感じのサイズ感ですね。濃厚でうまい。もちろんふつふつで出てきたんで、出来たてなんですよね。エビも美味しい、最高。そして私のメインが来ました。私は明太クリームパスタですね。上にはイカがたくさん乗ってますね。来た瞬間からなんですけど、ガーリックの匂いがプンプン。こちらもサイズ的にはミニとは言わないですけど、控えめなサイズかなと思います。美味しそうです。うん、クリームっていう感じでもなくね、やっぱりガーリックが効いてるんでパンチがあるようなパスタです。イカが大量ですよ。これはね、男性でも好きな味付けですね。他のお客さん見たんですけど、結構男性のお客さんもいました。マルゲリータ、やっぱり王道は攻めないとね。ピザがね、出来たてなんでね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。照り焼きチキン。鶏がね、小さいやつが2つ入ってて、照り焼きソースが濃くてめっちゃ美味しいです。3種のチーズ。やっぱりピザといえばチーズでしょう。3種なんでかなりチーズが濃厚です。明太ポテト。
芋のホクホク感と明太のピリッという感がね、とても絶妙に合いますね。生ハム。やっぱりね、生ハムはね、ちょっと塩分が効いてるんで、それがとてもいい。これめちゃくちゃ焼きたてで、チーズがすごい。うまい。バニラチョコ。デザートパンにも行きました。パンは比較的甘い系のパンが多いですね。うわ、めっちゃうまい。パリッとする。カレー。カレーは気になっちゃうんですけど、これかじった瞬間おせんべいみたいにかなりクリスピーで薄めの生地です。こちらは相方コレクションです。ピザやパンは店員さんがどうですかっていう感じで各テーブルに回ってきてくれます。焼きたてのピザやパンはなかなか食べられないので嬉しかったです。甘い系のパンがなかなかいけなかったですね。おかわりはもう大丈夫です。腹きつ。すべてごちそうさまでした。それでは振り返りです。食べ放題とは思えないクオリティです。イタリアンでお腹いっぱいにするにはここ。本日はごちそうさまでした。